から20日本代表のエース MF 松木玖生、20イコール FC 東京をめぐる争奪戦に海外で注目が高まっている U20W 杯20日開幕、アルゼンチンに臨む U から20日本代表は現地で15日に大会前最後の強化試合で U20 アルゼンチンと対戦。1-2 と敗れたが、松木がゴールを奪って存在感を見せた。かねて海外志向が強い松木は出発前に、世界のスカウトが見に来ると思うので、そういった人たちに注目されるようなプレーをしていきたい、と堂々宣言。その言葉通り開幕を前に早くも、松木の名は、世界的な注目株となっている、移籍専門メディア、レフトバックフットボールは松木を特集。松木は現代の欧州サッカーで成長するための重要なツールをすでにいくつも持ち合わせている。欧州サッカー界や日本代表で、ハイレベルの選手になれる才能と集中力がある、と絶賛した。すでに欧州トップチームのスカウティングリストに名を連ねている、同多くの強豪クラブが獲得を視野に入れて争奪戦の様相を呈しているとも指摘。具体的なクラブ名も、ブライトンが彼と契約し、MF モイセス・カイセドの後継者として育成するために、まずはレンタルする可能性がある。MF 三笘薫が所属するブライトンがリストアップと伝えた。他にもドイツのE・フランクフルト、フライブルク、ボルシア MG、シュツットガルト、マインツ、フランスのマルセイユ、レンヌ、ニース、RC ランス、スタッドランス、オランダの PSV アイントホーフェン、フェーエノールトなどを挙げた。大舞台で活躍すれば松木争奪戦はさらに激化しそうだ。